お客様たちがこう言ったらあなたたちの商品とかサービスのブランディングは全くないっていう答えを2つ言うときます。自分のお店がどういう評判なのかによって集客は当たり前ですけど変わっていくじゃないですか。じゃあみんなね、ここなんですけれども評判を良くしていくために何やってます？でこれをね、マーケティングかじり野郎はお客様の声がとりあえず上がったら評判が上がってくると思いがちなんですけども、もう全く違います。全然見られへんかった終わりや。で逆にね、よくみんなポジショニングだったりとかブランディングっていう言葉は聞いたことあるかもしれませんけれども、ブランディングを崩していくようなお客様の声とかを平気でやっていく人たちがいっぱいいるんですよ。なんでこの印象とか評判っていうのはとても大事です。これがみんな広告、今回広告添削もやらせていただきますけれども、これが広告1個に集約されてるって言っても過言じゃないんですよ。皆さんが出していく発言だったりとか広告の色だったりとか写真だったりとか言葉だったりとかっていうのがご自身自身の印象とか評判を決めてるんですよ。で、たとええー、素晴らしいものを扱っていたとしても、先ほど高田さんの話じゃないですけれども、清潔、例えば分からへん、この清潔、例えば治療院の先生とかだったらやっぱり女の患者さんだったら男の先生たちに絶対汚らしさを求めてるわけじゃないじゃないですか。やっぱ清潔感とかを求めてるわけですけれども、でもこの人はなんかちょっと清潔感がないなと思うのはどういうところでそれを感じるのかっていうことを雰囲気だけじゃなくて言語化にしていくと非常にいいです。言語化をしていく、ここだから汚らしい。例えば入りにくいお店ってあるんですよ。みんなもありますよ絶対。例えば毎回この SG で言う言葉ですけれども、ガラガラのめちゃめちゃ綺麗なんですけれども、ガラガラってガラガラって全然お店にお客さんが入ってないガラガラのカレー屋か汚い店なんですけれども、めっちゃ並んでるお店だったらみんなどっちに入るかってまさに印象とか評判に響くんですよ。だからどういう風に見えてるかが全て、自分たちがどう見せてるかよりもお客様たちとかからどう見えてるのかが全てなんですよ。だからみんなが僕のことをどう思うかは全然知りません。多分すごい好きなんだと思います、皆さん僕のことは。え自分っていうのもなんですけれども、はい。だからそういう雰囲気作りだったりっていうのはどうするのか、いい雰囲気のものを作っていきたいっていう課題はあるんだとしても、それはじゃあどうやってその雰囲気を作っていくのかっていうことを主に置きながら毎回マーケティングスキルっていうのを磨いていったりすると非常にレベルアップします。どう見えてるんですか。もうこれね、今回皆さん宿題ではないけれども、お客様たちに絶対聞いてください。僕の店のこと、私の店のこと、私たちのサービスのことどう思ってますか、どう見えてますかってね、汚い意見を、聞かせてください。要するに偏った意見じゃなくて悪いこともいいことも全部聞かせてくださいってことを言った時点でその人たちは改善はできます。商売なんて悪いですけれども、お客さんの意見が全てですよ。どう見せてるかじゃなくてどう見えてるかが全てやから、その辺が自分たちの中で言語化、お客様の言語化をしていって直していって改善していったりすると非常にいいです。はい、自分たちがどう見せてるよりもお客様たちがどう見てることの方が多分何倍も何倍も大事だと思いますから、ぜひですね聞いてみてほしいんですけれども、でこの機にですね、ちょっともう一つお客様に聞いてほしいことがあるんですけれども、自分とこの商品とかサービスをどうして選んだんですかとか、どうして選ばなくちゃいけなかったんですかとか、僕はもう皆さんにすごく一つ聞きたいことがあって、全員に時間の都合上全員に聞くわけにはいかないけれども、でもどうしてここに来なくちゃいけなかったのか。僕はこうやってマーケティングのセミナーだったりとかマッサージ塾だったりとか継続をしてくれる人たちだったらもう話はよく分かってるはずなんですけれども、でもどうして続ける気になったのかとか、2期以上また空いてる人とか、はい、なんかそれは恐怖から、やめたら売上が下がるかもしれないからっていう恐怖の気持ちなのか、ここに来るとやっぱり何かが起こりそうだからっていうこの期待感を持っているのかっていろいろあるんだと思いますけれども、僕はもうお客さんにすごく興味がある、そういう質問をしたくて、だから本当はみんなにいろいろ質問があるんですけれども、それやってると多分
2日ぐらいかかっちゃうんで、この人数とかでも、ね、あの根こそぎ聞きたいことがいっぱいあるんですけれども、まあ、もとよりお客さんたちに、あのなんで選んだんですかっていう質問で、もし信頼関係が強いお客様が自分たちのお店の中にいたら、これも聞いてほしいですけれども、どうしてここじゃないとダメだったんですかとも聞いてください。ここであるべきだったのか、はい、たくさんいろいろ自分たちの競合のお店とかライバルのお店はいっぱいあるじゃないですか。それでもどうしてここを選んだんですかということをお客様たちに聞いてほしいです。そう、僕なんかはやっぱこう思うんですよ。別にね、みんなマーケティングだったりとか自己啓発の本とかって世の中に死ぬほど売ってますから、たくさんそっちで家でね、別に新幹線も乗らんでいいし、移動もしなくていいし、 Amazon で今はプライムとかで3時間4時間とかで届くじゃないですか、本とか DVD とかでも。なのにもかかわらず、なんでわざわざ30万40万50万100万出して、わざわざ移動してまで勉強しなくちゃいけなかったのかってことが、自分たちの商売にすごく役に立つと思います。はい、だからここでね、最悪なことは言うときましょう。お客様たちがこう言ったら、あなたたちの商品とかサービスのブランディングは全くないっていう答えを2つ言うときます。1つ目、なんでうちのとこを選ばなくちゃいけなかったんですか、近かったから、もう終わり、はい、自分たちよりも近いお店がライバルにできた時点であなたは負けます。2つ目、なんで選んだんですかってことに関しての答えが、安かったから、もう終わりです。安い、そして早い、早いというか近い、これは何のポジショニングもできてない典型的な答えです。典型的な答え、今日たまたまエッサムの前歩いてて、おちょっと8時間ぐらい時間あるし、マッサージ行ってみるかって来た人います？この中でどつきますよ俺、もうほんま片手で上げたるが80キロ、プレデターみたいに言うて、まあ、どうでもいいんですけれども、そんないないんですよ。必ず自分たちに必ず目的だったりとか理由があったりするんですけれども、逆に皆さんがそうやって思ってるかもしれないですけれども、これを絶対お客さんに聞いて、ご自身のお店のユニークセールスプロポジションを発見してください。ユニークセールスプロポジションっていうのは何かって言ったら、自分たちしか出せないお客様への売りという意味です。なぜか知らないですけども、よく楽天で出品してるとか、あメルカリで出品してる、ヤフオクで出品してる人たちからたまに相談を受けるんですけれども、ああいうなんか通販とかの商品の販売をしてた人とかって、絶対なんか安さ以外の強さが出せないってよく言わはるんですよ。やっぱり安いから反応してくれるし、なんか個数が少ないからとかってあるんですけれども、今までね、買ってくれたお客さんたちにやっぱ丁寧に USP の質問をするべきなんですよ。それは分かりません、たまたま上に上がってきたから買ったとかかもしれませんけれども、自分たちは分かりません、はい、だから聞きたいことを聞いてください。お客さんたちに続けて来てくれる人たちとか、高いものを買った人たちは買った瞬間に聞いてください。どうしてこんなにも安い商品がたくさんあるのに高い商品わざわざ買ったんですか、なんでこんなにもたくさんお店があるんですけれども2回目以降も来てくださってるんですか、周りがバタバタ倒れてる中でどうして3年も4年も来続けてるんですかとかをどんどん聞いてください。質問リストにしていって今日から聞き続けてください。はい、今回の宿題はお客様に聞く質問のマニュアルを作ることです。はい、何を聞きますか、常に聞きたいこと聞くって言うんですけれども、集客につながるカウンセリングをしないとカウンセリングの意味はありません。僕もともと治療家ですから、カウンセリングの極意とかっていうのをコンサルとかで、いろいろ言うんですけれども、カウンセリングに何の価値もないんですよ。カウンセリングをすることによってそのお客さんたちが紹介をしてくださるだったりとか、集客というかお客さんを紹介してもらうとかっていうことを元に、紹介とかしてもらったりするから、カウンセリングの理由があるんですよ。カウンセリングの目的は次を買わせるためです。この目的を失ったりすると、ただただなんかだべってるだけ、いや何々さんどこいいですよね、どうですか、あいいですね、どうですか、いいですね、さよならみたいなこんな感じになるんですよ。よくない、ただただ喋ってるだけになるんで、目的のある質問を必ずしてください。よろしいでしょうか。評判とか印象っていうのは皆さんが思ってるよりもとても大事です。はい、よろしいでしょうか。